どうもチャックバスです。今私は北京国際空港にいて、今ねエアチャイナビジネスクラスラウンジの前にいてね、本日はこちら、紹介させていただこうかなと思っております。こちらねプライオリティパスで入れるラウンジとなっておりますんで、今回ねプライオリティパスで入りたいと思います。まあ、どんなサービスなのかね紹介できたらなと思っております。それでは行きます。ではねラウンジ入ってきました。こんな感じでね、ロッカーもね借りれるということで、これは本当に最高ですね。それではちょっと一周してみましょう。それではねシャワールームに入ってきました。ちょっとねここで12時間ぐらいの滞在なんで、結構しっかりしてますね。アメニティはこんな感じとなっております。クシッと、これヤスリですかね。そうだ、歯ブラシとかもちゃんとあります。これありがたいですね。でスリッパとかもあるんですね、すごい。で中にバスタオルがあってシャワーフェスがあるっていう感じですね。でもちろんトイレも一緒に併設されています。ひとまず浴びたいと思います。それではシャワー浴びました。いいですねこのラウンジ、ラウンジじゃないシャワール、広くて、で設備もねちゃんとシャンプーとかそういうのも全部ありますしね。ではラウンジに戻って12時間いますからね、ちょっと仮眠も取って起きたいと思います。ではラウンジ戻ってきました。コーラですよねこれ、コーラだと思って取ったんです。トマスこれ飲んでちょっと先に仮眠を取ってからちょっとパソコン作業でもしようかなと思います。ちょっとね眠いです。ラウンジからの眺めです。こんな感じになってます。ちょうどねあの向かいにあるのが入国する人たちが通ったルートですね。私も昨晩あそこを通ってました。ではラウンジ出ました。いかがだったでしょうか。個人的にはね、食事の種類も多くシャワーも使える、で、24時間空いてる、多分24時間空いてると思うんですよね。私夜の10時から朝の8時ぐらいまでいましたので、もうちょっとね詳細調べて載せておきますね。ということなんで、まあ、基本的なねラウンジの要素は全てね
満たしていて、なおかつ、結構広いの でそこまでね混み合いも私がいた時間帯は見せなかったので、個人的には、ね、とてもおすすめのラウンジとなっております。今回紹介させていただいたのがエアーチャイナのビジネスクラスラウンジ。こちらプライオリティパスでも入ることが可能です。役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。